皆様、オカルトラジオへようこそ。今日はどんな恐怖が聞けるのかしら。顔の見えない母親、あれはまだ自分が4歳の頃、明け方の4時ぐらいの出来事。明け方といってもまだ辺りは暗く、周りはぼんやりとしか見えない。ふと気づくと、俺はベッドの上に立たされていて、母親に怒られていた。なんであんなことしたの？と怒られているのだが、自分が何をしたのかさっぱりわからない。それはそうだ、今起きたばかりなんだから。自分が何をしたのか聞きたいのだが、相手は怒っているし、聞いたら聞いたで逆に逆鱗に触れそうだったので、わけもわからず、ごめんなさいと謝っていた。ひたすら謝っていたのだが、なかなか許してくれない。嫌な時間というのは長く感じるというが、さすがに子供ながらに1時間くらい永遠と、なんであんなことをしたのか、どうしてなのか、今何時だと思ってるのかと同じようなことで問い詰められるのは辛い。まあ普段からうちの母親は怒ると異様にしつこかったりしたので、謝るだけ無駄。どうせ謝ったって延々と怒るし、謝らなかったら謝らなかったで延々と怒る。そういった意識があったので、ああ今日はまた特別機嫌が悪いんだな、もしくはああ俺はそんなに大層なことをしてかしたんだな、ぐらいにしか思っていなかった。ところが、よくよく考えてみたら、この明け方の4時から5時ぐらいにかけて、延々と母親が怒鳴り散らしているにもかかわらず、隣の部屋で寝ているはずの父親が起きてこない。それはまあ良いとして、二段ベッドの下で寝ているはずの2歳の妹が起きてこない。起きてこないはずがないというか、寝ていられるはずがないほど俺は怒られているのに、物音一つしない。そういったことに気づいたら、すべてがおかしく思えてきた。周りの音がないのだ。いつもなら気になる時計の音も、そろそろ走り出すであろう車の音も、一切がない。あまりにも静かすぎるのだ。そして、一番納得がいかないのが、母親の異常なしつこさ。謝っても謝っても許してくれない。普段であれば、いくらしつこくても、そろそろやめてくれる時間のはずだ。ここで、一番怖いことに気がついた。母親の顔を見ていないのだ。正確には暗くて見えないのだ。真っ暗の中で怒られている。気配と声で母親だと認識していたのだが、確認はしていない。なんでこんなことしたの？何時だと思ってるの？悪いと思ってるの？同じようなことで永遠と怒鳴っている。この人は本当に母親なのだろうか。そう思った瞬間、手が飛んできた。バチッと叩かれた。しかし、その手がおかしい。爪が異様に長いのだ。触れられた感触もかなり冷たい。母親じゃない。そう直感した。母親は爪が薄く弱いため、
いつも割れてしまうからという理由から爪は伸ばさない。当時まだ若かったであろう母親だが、その理由から爪を伸ばしたことはない。誰だ?と疑問に思ったその時、今まで怒鳴り散らしていた声の質が伸びたテープのようにいきなりトーンダウンした。この世のものとは思えない響くような低い声に変わり、だんだん言うこともおかしくなってきた。なんで殺したの?どうして殺したの?どうして死んだの?に変わった。やばい、逃げなきゃと思ったが、ここは二段ベッドの2階、相手は二段ベッドの階段付近に立って怒鳴っている。いや、今は泣きながら訴えている。今まで怒られていたから動かなかったと思っていた体は、動かそうとしても動かない金縛りに変わっている。やばい、体が動かないと気づいた時、一段と大きな声ではっきりと、悪いと思ってるの?と顔を近づけてきた。その顔は髪の毛はバサバサで、肌は青白く、そして両目がなかった。そこから俺は意識がなくなった。そして気づいたら昼になっており、同じ状況でベッドの上に立たされ、母親に怒られている。今回違うのは、ちゃんと周りの音は聞こえているし、何より明るい。顔がちゃんと見えているのだ。間違いなく怒っているのは母親。どうしてあんなことしたの?何してたの?どこ行ってたの?と問い詰められている。今回も今回で、なんで怒られているのかわからなかったが、ちゃんと聞いてみた。俺は何をしたのだと。そしたら、あんた寝ぼけてたの?と話をしてくれた。昨日の夜中の2時頃、まだ起きてリビングにいた両親の前をすっと俺が通ったらしい。その時両親はトイレに行くのかなくらいに思っていたらしいのだが、俺は遊びに行ってくるとそのまま玄関から出て行ったらしい。まさか出て行くとは思っていなかったから止める暇がなく、慌てて玄関から出てその辺を探したが見つからなかった。諦めて家に帰ってきて、警察に電話する前に俺のベッドを見たら、俺が寝ていたらしい。そのまま起こして事情を聞こうとしたが、俺が起きなかったのと、すやすや寝ているし、自分たちも疲れていたので、気がついたら寝ていた。そのまま朝を迎えたところで、俺の叫び声で起こされたらしい。わけがわからなかったので、結局、俺は寝ぼけていたから、何をしていたのかわからない、と言い訳し、この話は誰にもしていなかったのだが、ここに書いてみた。やばいのかな、この話。はい、DSC オカルトラジオ、トモです。木村です。ケスケです。ではこの3人でお送りします。はい、はい、よろしくお願いします。全然関係ないですけど、ほう、はいはい、久しぶりに木村さんの私服を見ましたね。あ、そうっすね。いつもね、仕事が終わってから、そう、ラーメン屋終わってから来るんで、来るんで、あれですけど、その時の服なんですけど、今日は私服ですね、はい、バンドマンって感じの服着てますね。あ、確かにそうかもしれない、うん。まあまあ、木村情報以上です。はい。はい、
顔の見えない、顔の見えない母親、はい、ちょっとタイトルが見えなかったです今顔じゃなくてね、顔じゃなくて、うん、説明するの恥ずかしいやつなんだはい、はい、いやなかなかね難しい話ですよ、うんうん、なんか2つ事象が起こってるんですよ。そう、はい、そうですね、1つはその母親が延々と、うん、どうしたなんでなんでなのみたいなことをずっと言ってるっていう事象と、うんうんうん、もう1個母親側から見た息子が出かけてくる遊びに行くって言って、うんうん、出かけたけど、うん、実際は寝てたみたいな話ですよね、うん、はい、2つ事象が起こってるんですよ。そう、しかも同時に、うんうん、同時だね、同時に家族、その息子と母親に同じように起こってるっていう、そうそう、お互いがお互い怪異を感じてると、うん、っていうね、うん、うん、そこはどう解釈、これ珍しいお話です ね、 ね、どう解釈したらいいのかなって、なんか同時に同じもんとかを見るとかだったらね、そう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 、また話は簡単っていうか、うん、あれですけど、うん、違うものを同時に、そうなんだよね。俺これ初めて読んだ時に、うんうん、あのまあ、主人公の自分男の子が、うん、二段ベッドの上で、うんうん、お母さんに怒られとる、うんうん、で立たされとるみたいな、うんうん、あの二段ベッドの上にで寝てるのに、うん、立てるのかなと思って、ん、二段ベッドの階段の階段っていうかはしごの辺に立ってて、はい、であれじゃないの、その普通にこう首から上だけ出てるみたいな感じってことじゃなくて、あ、自分が立たされてるんで、あ、そうだったっけ、はい、立たされて怒られてるみたいな感じなんですよ。ああ、だから物理的に天井がめちゃめちゃ高いか、本当だね、とかじゃないとありえないのかなと思って、うん、あ、そうか、うん、なんで自分が立たされてるんだ、うん、お母さんに立たされて怒られてるみたいな、あ、そっかそっか、それはちょっと不思議だね。だからあの、うん、この子供、自分が見てるのは夢なのかなと思って、で夢の中にそのお母さんに化けた何かが出てきてるっていう状態で、うんうんうん、で多分それから逃げ出したかったみたいなところから自分の生き量みたいなのが出て、うん、ああ外に出てったという、その逃げていくのをお母さんが見たんじゃないかなみたいな、あー、なるほどっていう風に最初は思ったんですけど、はははでもなんか腑に落ちんなみたいな、夢落ちではなさそうだなっていう、ああそうか、ベッドの上で立たされてたんだ、はい、ああそうか、でもまあ二段ベッドも、うん、ハイベッドじゃなけりゃ、はい、うん、高いってこと、はい、うんうんうん、あの二段ベッドって一般的なイメージだともう結構天井近く二段目が、うんうんうん、そういう感じがあるイメージじゃなくて、うん、もうちょい低いやつもあるんですよ、うん、あ、なんか子供用みたいなやつ、そうそう、あらららら、とか、まあ、大人でも別に上の人が、うんうん、立てれんぐらいっていうか、なんていうんです、二段目がもうちょい低いやつ、うんうんうん、まあ、子供用じゃなくてもあるんですけど、うん、ああそうなんだ、はい、まあ、子供ならギリ立てるかなみたいな、うんうんうん、あと、あのずらして、ずらすやつも二段ベッドって言いますもんね、ずらす、うんと真上にないってこと、真上にないっていう、へえ、あ、そんなのもあるんだ、はい、へえ、いろいろなんかあるんで、ちょっとベッドの説明がちょっとなかったもん、そうだねどんな二段ベッドかっていう描写不足だねあ、どこに文句言っとるだろうあ、うん、なるほど、生き量が逃げ出した説ね、はい、でな、それでも結構俺納得というか、本当だね、うん、そう、ただこのお母さんに化けて出た人が何なのかがまず分かんないじゃないですか、うん、そうか、うんうん、だからやっぱり親子の霊がいて、うんうん、ほう、うん、それがまあそういう過去、そういうことがあって、それがきっかけで死んだと、うんうんうん、どっちも、うん、ほんで、うん、それに おのおのそれに乗り移られてる、お母さんの霊と子供の霊とに乗り移られてるみたいな、うんうんうん、なんかあれだよね、それだと互い違いというかさ、はい、お母さんの霊は子供に出て、子供の霊はお母さんに出たみたいな、うんね、うんうんうん、なんかうん、子供の霊が子供に乗り移って、大人の霊が大人に乗り移ってだったらまあなんかわかる気がするけど、うんうんうん、互い違いっていうのがなんかちょっと不思議な点というか、うん、確かに、うん、なんか、どうして殺したのみたいな、うんうんうん、って子供に言うじゃないですか、うんうんうん、だから、
まあ、この家が中古物件なのか新築なのか分かんないですけど、うん、その土地にあった家とかでもいいんですけど、で何か事件が起きてたんじゃないかなと、はいはいはい、でお母さんが子供に殺されるみたいな、あ、はい、っていうのの怨念があって、うん、だからその子供に対してなんでそんなことしたのって怒ってるみたいな、ね、あ、なるほど、うん、だから最後にどうして殺したのってなってるみたいな、はい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 、で多分それから逃げたんじゃないかなと、そのそうそう、お母さんを殺した実の子供が、うん、子供が、はいはいはい、逃げて、はい、その後その子供もまあ何らかしらで亡くなってると、うん、だからどっちも霊になってて、うん、でその関係はまだその関係のまま霊になってるんですよ、うん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 、だからお母さんは子供に行くし、うん、子供はお母さんの前に現れるしみたいな、うーん、お母さんから、まあ、逃げるみたいな、逃げるみたいな、なるほどね。でまあそうなるとなんで今出たのっていう、あ、まあそうだね、それはどんなんでこのタイミングでっていうことだよね、うん、だから、家依存ではないと、うん、っていうよりかは、うんうん、もしかしたら、うん、家買って最初の日の夜かもしれないし、帰ってないから分かんないですけど、あ、うん、そうかそうか、この話は、うん、ちょっとその辺の説明がねどこに文句つけとんだっていうねあ、なんかまあ分かんないですよ、家依存かどうかも分かんないし、うん、どっかで拾ってきちゃったっていう場合もある、うんうんうん、あるね、うん、あるあるある、うん、けどまあそれもありかなっていう、そうだね、で多分これ後日談とかもないんで、うん、多分この日1回だけなんですよ、そうだね、うん、ってことは、うん、まあ、拾ってきて巻き込まれたというか、うんうんうん、でたまたま出てきた例なのかな、その日だったかもしれないし、ね、殺された、あ、命日的な、はい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 、はい、うん、同じ日に死んどって息子と子供、うん、息子と母親 が, あ、そのまあ逃げたにせよ、その逃げた先で交通事故にあって死んだとか、息子が、うん、なるほど、で、まあ、似たような関係性の親子を見つけたから取り付いたというか、うんうん、ついてきたみたいな、うんうん、お互い似てたとかね、息子は息子に似てて、子供は子供に似てて、はい、あ、うん、お母さんはお母さんに似てて、ね、あ、そういうことね、いやむずいな、むずい、この話むずい、うん、むずいよね、うん、なんか普通だったら、うん、なんか普通だったらっていうか、うん、そのこの話一個だったら、うんうん、その息子の話がなければ、うん、まだなんか、うん、外出てったって話ね、うんうん、外出てって、でも息子のとこ見たら息子が寝てるから、うん、それがそのベッドにいなくて普通に帰ってきたとかだったら、うん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 、まだちょっと話も、うん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 、分かるというか、うんそうね、オーソドックスなやつなんですけど、うん、2つ絡まってるとね、うん、こういう話の場合俺結構2つ絡まってるのとか好きなんですけど、はい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 、どうやって考察していけばいいんですかね、一個一個片付けていく感じですかね、あ、一個一個それぞれの事象、いやでもこれはちょっと同じ家で同じ時間に起こってることだから、そうそうそう、これは、ね、切り離せない感じはするね、そうなんですよね、これは絡まってるから、うんうんうん、両方いっぺんに、うん、プロ考察士としてはちょっとやばい話です ね, ね、ちゃんと考察できない、うんうんうん、考察キャンセラーですでもまあ今のところ僕的には、うん、あの夢の中で、うん、それその事象が起きて、うん、逃げ出した生き霊が逃げてったのをお母さんが見たぐらいが、うん、しっくりくるかな、それしっくりくる、しっくりきますよね、それしっくりくる、うん、同じその霊が2人いてとかよりは、はい、なんかこう統合性が取れてるというか、うんうん、つじつまが合うかなと思うね、うん、ありがとうございます、うん、その幽霊2つ出しちゃうと、うん、違うことでもその例えばじゃあ家使っただとか、うんうんうん、そういうのでも辻褄合わせしんという感覚になってくるので、そうだねそうだね、うん、子供の生き量、うん、それに逆バージョンはお母さんの生き量が出てきて、はい、それはないか、逆バージョンはないか、うん、まあ、お母さんが子供を恨んでないといけない
あでも悪ガキでこの主人公が悪ガキで、だからもういつもこう親だけどこう何ていうのストレスみたいなのが溜まってて、はい、その教育とか家事、はい、育児に対して手を焼いとったと、手を焼いてて、はいはいはい、そのストレスが具現化っていうか生きるようになっちゃって、うん、苦しめた、うん、でもその逃げた子供のっていうのがなんか逆視点ができないっていう、うん、そうですね、ね、できないですね、うん、そんな感じで生きるを出てくるならもううちの親なんかバッチバチ出しとると思うなんて なんでこの子は本当にみたいな、もうミスタークズですからね早く家出てけとか、はいはいはい、THC のクズ代表ぐらいな感じここ代表しちゃいますか、もうケースケがナンバー2ですからねケースケあんま多分分かってないですけど、うん、みんな、うん、ケースケも結構クズですからねこれ巻き込まれ型です10年以上一緒におるっすけどチームクズですから俺はクズに隠れて生きてるクズですからねまあでもいいじゃない、この THC オカルトラジオで輝いてるんだから、まあ、まあそうですね、うん、そうですね、まあ、クズもあの居場所があれば輝けるっていう、うん、そうですね、そうですね、ね、そういうことですね。でも根本根はやっぱり一回ゴミ箱に入ったゴミはゴミだなって、うん、そんな僕たちみたいなゴミに価値をくれてありがとうございますと。なるほど、うん、いやでもなんだろう、その生き方がクズとは言わんすけど、はい、木村さんも、はい、まあ、しばらく定職にはついてなかったじゃないですか。これね、巻き込まれ方、巻き込まれ方ですだから多分クズの集まりっす巻き込まれ方すごい方向から飛んできた、確かにそのね、社会的にはさ、ね、バンドやってね、定職につかずね、うんうん、ね、何やってんだっつって、そういう親からもね、なんかあんたの未来の設計図はどうなってるか全然わからんみたいなさ、こともさ言われましたよ。まあまあでもさ、うんうん、今はあのラーメン屋をね営んでる、そうそう今はね、まあね、社会的にちゃんとこうさ、はい、税金もこう納めて、はい、こう社会的にちゃんと生きてるわけじゃないですか。そうそう、ね、まあみんなそうですね。まあそうだね。元クズってことです。元クズね。はい、それからまあ納得でしちゃうから。クズでもなんとかなるぞっていうのを見せていこうっていう THC オカルトラジオ。そうだね。うん。だってもう考察もしないでこんなクズの話してるんですよ。そりゃクズだわ。しょうがない、うん、しょうがない、うん、バレてないクズたちがバラしたクズに巻き込まれ方だっつってあいつもやったよって俺たちすぐ言うたなんか悪いことやった時に、うん、はいはい、うん、なんかこのオチで、うん、まあ、全然違う話になっちゃうかもしれないですけど、はいはい、主人公の男の子がお母さんを恨んでてみたいな、うん、でもう殺したいぐらいのことがあったと、うん、もう下手したら事件に発展してたけど、うん、こういう夢を見て踏みとどまったみたいな、うんうん、オチがあったらこの予知夢みたいな、うん、あなるほど、ね、なるほどっていうパターンも面白いかなと、はあはあはあ、で当時その時俺すごいお母さんのことを恨んでたから、うんうん、もしあの夢を見てなかったら、うん、ニュースとかになってたかもしれないみたいな、逃げた子供は、玄関から、あそうか、うん、そうか、どうしようかな、うん、あだからそのどっちも先祖ご守護霊さんが見せてくれたんですよ、はいはいはい、親にも自分にも、だから自分の中でも踏みとどまれるし、うんうん、その逃げてったことを見て、うんうん、そのあどうそんなになんかこう追い詰めてたのかみたいな、うん、っていうお母さんにも見せて警告、お母さんへの警告、なるほど、どっちにも警告を出してっていう予知夢を見せさせられたみたいな、うんうんうん、なるほどね。でその、まあ、その先祖の思い通りに、うん、夢の中と同じ現象をお母さんが起きてから、うんうん、あんたどこ行ってたのみたいな、うん、もう、うんうん、夢のように怒られるみたいな、うんうん、ってなった時にあこんなことしてちゃダメだみたいなのでこう我に返ってまともになった
きっかけがあの夢なんだよねみたいな。あ、なるほどね。息子をクズにしないための予期分みたいなね。つなげてくる綺麗につなげてくるだから俺らもまだ夢見てないんで、もうちょっとで、まだ大丈夫なクズって。そうだね、うん、一線を超えてないクズだね、うん、超える根性もないクズです悪く言うとね悪く言うとね、うん、じゃあ、まあ、この話はゴミ箱に捨てときますかそうしましょうかうまくねえしワードがクズそうやっぱねゴミはゴミ、ね、はい、ということで、うん、終わりです。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。サル G、 私が小学生の頃に体験した話。当時は通学路の途中に子供たちからサル G と呼ばれている変なおじいさんが住んでいた。年中寝巻き姿で登校中の小学生の後ろをブツブツ言いながら5メートルくらい離れてフラフラついていく。気味は悪いが実害はなかった。あから顔でハゲていて、いつも前鏡だったから、サルジーというあだ名で呼ばれていた。そのサルジーがある日を境に姿を見せなくなった。クラスメイトたちは口々に、逮捕された、精神病院に行った、死んだ、などと噂をしていた。私もサルジーは気持ち悪いと思っていたけど、怖いもの見たさなどからサルジーが消えたことを少し残念に思った。サルジーを見なくなってから1週間ほど経った日、当時一緒に遊んでいた友人3人に、サルジーの家に行ってみようぜと誘われた。私は2つ返事で了解した。サルジーの家は学校から100メートルも離れていない場所にあった。平屋の仮設住宅のようなボロくて小さな家で、家を囲うブロックの塀と家の間にバスタブや鉄パイプのようなガラクタが山積みになっていた。入り口の引き戸には鍵がかかっておらず、簡単に中に入ることができた。今思えば中にサルジーがいるかもしれないのに、当時の私たちはなぜかサルジーはもうこの家にはいないと思い込んでいた。みんなで靴を履いたまま中に乗り込んだ。家の中は狭く 1DK の安アパートのような感じだった。殺風景でガラクタであふれる外とは打って変わり、ほとんど何もなかった。今には布団をかけていないこたつ、古いラジカセ、灯油のポリタンクなどが無造作に置いてあり、隣のキッチンには小さな冷蔵庫が置いてあるだけ。家電製品は全部コンセントが抜けていたと思う。何かを期待していたわけではないけど、あまりに何もないので私たちはがっかりした。テレビも買えねえのかよサルジー、死体でもあればよかったのにな、などと口々に言いながら家の中を物色した。するとキッチンを見に行っていた友人が突然、うわと叫んだ。どうしたどうしたとみんながキッチンに集合。叫んだ友人が指さす方向を見ると、冷蔵庫のドアが開いていた。かがんで中を見ると、冷蔵庫の中には黒いランドセルがすっぽりと挟まるように入っていた。私は少しビビりながらランドセルを冷蔵庫から引っ張り出した。ランドセルは
意外にもずっしりと重かった。そして背の部分には刃物で切られたように大きな×印がついていた。開けようか。開けるべ。私はランドセルを開け、中身を床にぶちまけた。ノートや教科書、筆箱が散乱した。ノートには1年1組〇〇と名前が書いてあった。教科書もノートも見たことないデザインで、自分たちの使っていた学校指定のものではなかった。私は気味が悪くなった。多分みんな同じ気持ちだったと思う。黙りこくって床に散らばったランドセルとその中身を見つめていた。私はその空気に耐えられなくなり、サルジーの子供の頃のやつかな、なんておどけながら一冊のノートを拾い上げ、パラパラとめくってみた。ちょうど真ん中ぐらいのページに封筒が挟まっていた。封筒は口がのり付けされていたけど、構わず破いて中に入っているものを取り出した。中身を見た途端、全身に鳥肌が立った。封筒の中に入っていたのは一枚の写真だった。男の子の顔がアップになった写真。男の子は両目をつぶって口を半開きにしていて、眠っているようだったけど、まぶたが腫れ上がっている上に、鼻や口の周りに血のようなものがびっしりこびりついていた。いや、やばいよこれ。誰かがそう言った瞬間、突然ガタンという音が風呂場の方から聞こえた。みんなダッシュでサルジーの家を飛び出した。もちろんその写真など放り出し、私も逃げた。そしてその日はそのまま流れ解散。申し合わせたようにサルジーの家に行ったこと、あそこで見たものについてはみんな二度と話さなかった。私たちがサルジーの家に忍び込んだ数日後、あの家は取り壊された。あれからもう12年経つ。正直、あんなに怖い思いをしたのは、後にも先にもあの一回だけ。オカルトとも無縁の生活をしてきた。なので最近まで、すっかりサルジーのことも、サルジーの家で見たものも忘れていた。多分、無意識のうちに忘れようとしていたんだと思う。それをどうして今になって思い出したのかというと、一昨日引っ越しのために実家で荷物をまとめていたんだ。そしたらしばらく使っていなかった勉強机の奥から出てきたんだよ。あの男の子の写真が。はい、サルジーというお話でしたけど、はい、はい、これもね、うん、2つあるんですよ。整理すると2つあるんですよ、はい、あ、なんかいいですね。まず、うん、そうそうそう、2つ縛り、その、あの、説明から入ってくる考察の話を、これは2つあるんですよみたいな、ちゃんと授業みたいじゃないなんで俺ら他人事なんですかね私があの登場する回は割とそういう取っかかり多いですよ。何が怖いかっていうととか、うんうん、そういう取っかかり多いですよ。何を今更って目がマジ、もうすぐ200回になるのそう、今まで気づかんかったのかなみたいな1年半経つのに、うん、今更かよって怒られたっす2つあるんですよ、はい、まずそのサルジーの家に行って、で、はい、冷蔵庫から出てきた、うん、ランドセル、うん、はい、でランドセルの中に入ってた写真、うん、
ていうのが何なのかっていう、うんうん、まあ、それだけでも怖いじゃないですか、うん、はい、そっから何年後か経って、うんうん、自分の引き出しから、うん、そのサルジーの家にあった写真が出てくる、うん、封筒写真が出てくるっていう2つあるじゃないですか、うんうんうん、はい、ありますね。サルジーの写真が出てくるっていうさ、数年後に、うん、その部分がなくても十分気持ち悪い話じゃないですか、うんうんうん、だからちょっと一旦切り離して考えた方がいいのかなって。あ、そうですね、数年もですもんね。そう、まずはじゃあ、うん、そのアイテムたちと、はい、冷蔵庫から出てきた、うん、まあ、あとサルジーが何者なのかっていうところですかね、うん、焦点的に。そうだね。そう、なんか僕これ読んだ時に思ったことはあるんですけど、はい、それ今言うと、うん、切り離して考えようっていうのがなしになっちゃうんで、じゃあ後から後で言います。後で言います。後で行こう。はい。まあ、でもこういうサルジーって呼ばれるような名物おじさんみたいな、うん、いるいるいる、いますよね。いるいる。なんか顔が赤いからサルジー、うんうん、なんかね、いたよ、あの周りの、うん、と門原のね周りに出没する、はい、なんて名前だったっけな、それはね外国人の、はい、うん、不老者なんですよ、うん、目が青くて、うん、でね、最近なんかフラフラしてるなって思ってたんだけど、うん、はい、ある時あの入ってきて、うん、お店に、うん、そうそうそう、でなんかね片言っぽいんだよね、はい、片言っぽくて、うん、なんかラーメンを、うん、みたいな、なんかね、うん、なんかお金がこれしかないけど半分くれみたいな、ーラーメン半分くれみたいな感じのことを言ってくるんだけど、はい、あ、うん、まあこれだとあのご飯とスープしか出せんよみたいな、はいはいはい、言った、まあなんか、うん、なんか、うん、それでいい、それでいいみたいな感じのことで、うん、まあ、出してあげるんだけど、もうなんかもう匂いがさ、うん、結構きつくて、はい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 、でその時お客さん誰もいなかったから、うん、まあまだよかった、まあ、その出してあげたんだけど、うんうん、それから数日後また来てさ、うんうん、結構お客さんがその時いる時だったから、うんうん、あ、ごめんよ、ちょっとあの前も言ったけどさ、ちょっとあのおじさんちょっとあの匂いが結構きついもんで、うん、あの誰もおらん時だったら出してあげるもんで、またちょっとまた来てって言って、そうでね、そういう話をして言ったんすね。言った言った言った、もちろん、うん、そうで、しばらくしてから、うん、あのケース県庁の近くのね公園でね、はい、何十代の、50代60代ぐらい の、うん、あの不老者が死んでたっていう散歩中の主婦が見つけてみたいな、あったあった、それからね全く来なくなったもんでね、多分そこの公園で亡くなったのがあの人なんじゃないかなってね、私は思ってるんですけど、うん、へえ、なんて名前だったっけな、あだ名がついてたんですよその人に。へえ、外国人のあだ名なんだけど、ちょ忘れてたな、言いたいけどちょっと忘れてた、ピカソっていうやつおったっすけどね。ああそうなんだ、うん、へえ、知らないな、なんかそういう、まあ、名物おじさん的なね、そう、うん、でもなんかあの茨城かどっかにある竜宮城でしたっけ、なんか本当におかしないろんなものを集めてきて、はあはあ、自分家をすごい、あー見たことある、なんかだけど、うん、実はそれは、うん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 、奥さんを殺しちゃって、はい、その壁に埋めたから、あーそれを見つけられないようにみたいな、カモフラージュするために、うんうん、自分家をそういう変な、うん、へんてこな家にしたみたいな、あ、まあ、それ嘘だったんですけど、あ、なるほどね、そういう噂がね、そういう噂があったっていう、あ、そういうあの変なあだ名がつく、うん、ま、なんか町の名物おじさんみたいな人の、うんうんうん、まあ、噂、うん、結構尾ひれつきますからね、なんか典型的な例みたいな感じするね、そういう隠すためにそういうふりをしてたっていう話はありましたね。うん、小学校の頃におった名物おばさんなんですけど、うんうん、僕たちの、地域におった人は、うん、でその人急にいなくなった時も、うん、このなんか薬物をやってて、うんうん、で捕まったっていう噂だったり、殺されたとか、うん、死んじゃったっていう噂だったり、うん、いろいろ出てましたもん、うんうんうん、ね、ピカチュウおじさんとかね、うん、ピカチュウおじさん懐かしい、うんうん、ったよね、街に出没する、はい、うんうんうん、いたね、うん、あ、まあそういう類の、そうだね、うちに行ってみたら、うん、
ていうことですね、はい、冷蔵庫になぜかランドセルが入っていると、うん、でもなんかちょっと話変わるんですけど、あ、はい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 、木村さんのその門原の近くに、はい、うん、ゴミ屋敷みたいなのがあって、うんうんうん、でもう今ないんですよ、うん、今ないんですけど、うん、昔テレビの取材も来たぐらいな、あーそっか、うん、はいはいはい、うん、あって、うん、なんかそういう人って、うん、なんかやっぱ悲しい過去を背負ってるんすよ、そのテレビとかだと、うんうんうん、なんかなんでゴミを集め出したんですかって言ったら奥さんが死んで、うん、寂しくてなんかいろいろ拾うようになっちゃったみたいな、うん、何にも捨てれんくなっちゃったみたいな、うんうん、とか、うん、なんかそういうトラウマを抱えるのがきっかけっていうか、うん、最初からおかしかったわけじゃなく、うん、うん、何かその悲しい何かをきっかけでそうなるっていう人が多いらしくて、うん、だからこのサル G も、うん、まあその子供のね写真とかでできたもんで、うん、自分の息子とかかもしれんし、ただまあそのナイフがね、包丁か、血まみれの、うん、血まみれの包丁でできたって書いてあったね、刃物で切られたような罰がついてたランドセル、うん、ああそっか、うん、うん、あれ包丁出てこなかったっけ、血まみれの包丁は出てきてないよ、ランドセルの背中の部分にバツが、刃物で切ったようなバツが、大きなバツがついてた、うん、これなんかの話と被ったっすね、そうだねそうだね、うん、うん、あ、思い出しました、何の話か、うん、はいじゃなんかダウジングが流行った時に、はい、なんかダウジングやってて、うん、それがすごい反応して、うん、掘ったら、うんうん、あのカンカンケースが埋まっててすごい古い、うんうんうん、でそれ開けたら、うんうん、すごい血まみれの包丁がついてて、うん、それわしが埋めたんじゃみたいな、うん、言ってくる人がいて、うん、でうちに遊びにおいでみたいな、うん、言って冷蔵庫、あ、じゃあその人に家行くんすけど、うんうん、でなんかもっとゆっくりしてけよみたいなことすげえ言ってきて、うんうん、でなんか今お茶出してやるからって言って、うん、冷蔵庫パッて開けるんですけど、うん、それを盗み見ちゃって冷蔵庫の中にバラバラの死体があったみたいな、うん、っていう話がと今ごっちゃになってたっすまあでもなんか若干似てる感じがしますよね、それがサルジーだったみたいなその写真、うんうん、まあサルジーがそれを、うん、そこに置いたかどうかは分かんないよね、単なる本当に不老者で、うん、たまたまそこに居座りついた人だけかもしれないし、うん、そう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 、いつこれが、うん、とこの中に入ったのか、バツ印のついたランドセルがここに入ったかのも分かんない、うん、そこに乗り付けされた、まあ、暴行を受けたかのような男の子の写真、うんうんうん、まあ気味悪いけどそこに座って入れるっていう、うん、神経というか、うん、理由というか、うん、そうなんでサル G が、うん、犯罪者というか、うん、本当に変な人で、うんうん、その子供、その子を痛めつけた、うん、自分の子、自分の子じゃなくて、じゃなくて、はい、その近くの小学校の子を拉致とかして、うん、痛めつけた証拠みたいな、うん、でそれと一緒にランドセルをこう持って帰るみたいな、うんうん、なこう決まり事がそのサルジーの中にあって、うん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 、持って帰ってきたのを冷蔵庫に入れてたっていうパターンと、うんうんうん、なんか自分の子供がいじめられてて、うん、っていうのの証拠みたいな、うん、でサルジーがフラフラしてるのは、うん、そのいじめてた相手を探してるみたいな、うーん、なるほどね、な状態みたいなのを僕はちょっと考えましたね。あ、いじめの証拠を入れてある、入れてある、あ、それだったらちょっとわかる。だけどそのサルジーが傷つけたのを写真撮る意味とこう、あとそういう噂があったかどうかも気になる。その一人消えたって結構ね重大な事件だもんね、うん、小学生ならなおさら、ね、小学生一人消えるってね、うん、絶対、うん、大事件だね、なるじゃないですか、うんうんうん。僕最初その今みたいな風に考えて読んでたんですけど、うんうん、最後まで読んで、うん、12年後、うん、自分の机から、うん、その時の写真が出てきたと、はい、ってなった時に、うん、あ、これ
幽霊的な、うん、その子の霊というか、うんうん、が、乗り移る系の幽霊で、うんうん、サルジーは乗り移られてたんですよ。おう。で、はいはい、まあまあさっき言ったようにいじめ説はそのままで、あ、はい、でそのいじめられて、まあ、この子が亡くなっ、いじめが原因で亡くなっちゃった子で、うんうん、その怨念というか、うん、みたいなのがサルジーに取り付いて、はい、復讐してくれなり、自分で探すなり、うん、てかそのランドセルもなくされたのかな、うん、でそれを探してるみたいな状態で、うん、サルジーはずっとそれを探してたと。あ、なるほど、はい、で見つけて、ランドセルを、まあ、冷蔵庫にパッと隠した。なんで冷蔵庫かは分かんないですけど、うん、だからそれをきっかけにサルジーはもう逃げ出したというか、うん、その怨念から逃れられて逃げた、うん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 、ってなったところに、うん、自分たちが肝試しみたいな感じでサルジーの家行って、うん、その写真を見つけちゃったから、うん、今はこの語ってる人っていうか、うん、がの取り憑かれとって、はいはいはい、たまたま12年後にそれを見つけちゃうみたいな。その写真を移動したってこと。移動したってこと。写真が物理的に、物理的に乗り移られたから移動したってこと。そうですそんな自信満々に俺はなんかただ単に持って帰ってきちゃって、うん、無意識で持って帰ってる。あ、無意識でね、うん、持って帰ってきちゃって、適当にしまっといたのが、うんうん、たまたま出てきたの。あ、その時の記憶を忘れようと思ってたみたいなこと書いてあったから、うん、それで、うん、すっかり忘れてて、うん、あ、まあ、自分で持って帰った説ってことか、うんうん、まあ、それが一番あれだね。うーん、なんかありそう、うん、ありそうだね、うんうんうん、え、この写真撮ったっけっていうことも結構あるし、あ、うん、あ、こんなん持って帰ってきたっけみたいな、うんうん、あるし、そういう記憶を忘れてたっていうことか、うんうん、だからこれ、うん、話はここで終わってますけど、うん、多分後日談あるんですよ、うん、この人には。はい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 、夜な夜な夢にあの男が出てくるみたいな感じになって、うんうん、あの男っていうのは、その男の子、写真の男の子、写真の男の子、うんうんうん、虐待されたかのような男の子、はい、でだんだん、うん、あのなんていうんですか、ちょっとずつおかしくなってって、はいはいはい、今では私がサルジーと呼ばれていますみたいな、うん、おなるほど私は特別な存在だからですベルターズオリジナルみたいな世代を経てサルジーが生まれてる、生まれ変わってるってことはね。そうあ、なるほどね。じゃあその前にも多分サルジーがいたんだ。サルジーがいるっす。ああ、そういうことか。襲名するんだ。そうだね。そういうことだね。だから自分のサルジーになってから自分のランドセルをガッてやって、また冷蔵庫に入れちゃうんすよ。自分のランドセルをするんだ。あ、そのでもそうか。うーん、あ、代々そのランドセルは引き継がれるわけじゃなくて、じゃないです。自分の、まあ、ランドセル、今回はたまたまランドセルだった。次はランドセルじゃないかもしれない。で封筒に入れて、入れて冷蔵庫に入れとく。はい、でまた見つけた人が次のサルジーになると。はい。ちょっと回りくどいよね。もうちょっと簡単な方法でサルジーにした方が。どういうことなんでまずなんでなんかその回ってくのかなっていう。まあ毎回終わったように見せるんですよ。うんうんうん。はい、でもその回ってく説はいいよ。うん、いいですか。いい。すげえ、面白い、面白い。ね、面白いよね。何代目サルジーです。そう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 。でも自分その何代目とかの自覚はないんだよ。ないですね。ないですね。そうそうそう。でこう何年、周期的にさ、はい、20年とか30年ごとぐらいにそういう噂が立つみたいな。はい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 、うん、なぜなら子供の頃にそれを見た人がサルジーになっていくからみたいなさ、はい、その包丁の切り傷が1代目2代目の後なんすよ。おお、なるほど。じゃあ今2代目です。バッテンなんで、うんうんうん、次3代目、次3代目です。米印みたいな、米印みたいなんで、ランドセルか、その説で行こう。いいですか、うんうん、回りくどいけどいいですか。いいです。時を経て生まれるっていう。そうそうそう、うん、それいいね、うんうん、後日談、代々語り継がれてる、継がれる、うんうんうん、なんかそんなに語り継がれてもなさそうじゃないですか、その襲名性
猿人。まあでもでもあの要するに、まあ、名物おじさん2代目だから今、うん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 、傷がこうバツ印ってことは、まあ、2代目だから、こっから歴史を作っていく、そう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 、途中の話、うん、はい、うん、なるほど、まあビギニングぐらいですね。じゃあビギニングじゃないよ、あじゃないですけどぐらいでまで2代目3代目それぐらい、はい、うん、がまあビギニングだとして、いやビギニングならゼロじゃん、ゼロじゃん、ゼロじゃん、分かりますよ、サルジーの始まりですね、始まり始まり、ビギニングって大体2代目ぐらいの始まりぐらいまでやるじゃないですか映画だと。そう、あんま俺そういう見たことないので分からんけど、あの、うん、どっちでもいいっすすげえ映像化のことを考えとったまずはワンツースリーぐらいまでやってビギニングやるもんで、うん、うん、やる、はいはいはい、そうだね、それぐらいになるよね、うん、サルジー。そう、この最後の12年後にそれを自分が持ってたところから、うん、多分こう受け継いでく系みたいなのは、うんうん、急にこう降ってきたっすね。受け継いでくは好きだね。好きですね。ケスケ受け継いでく系結構言うっすね。あ、そうかね。うんうん、そうっすかね。分、うん、かった。他にもなんかその自殺のあれとか、あの机の顔の引き出しの、あーなんか言ってたと思う、 あったね、うんうんうん、あーそうかそうか、うん、あなんか受け継ぎたいのかな違うっす違うっす、あのなんかふわっとしたオチを、うん、なんとかこう戻すには受け継ぐのが一番なのかな。うーん、でもなんか納得するというかね、なんか、うん、でも受け継がない説もちょこちょこ多分言ってますよ。言ってる言ってる、はい、うんうん、分の1です。そうだね、うん、はい、いいっすか。じゃあはいはい、こんな感じで、はい、受け継がれるサルジっていう話でいいっすか。はい、はい、題名変えときますねじゃあ決め台詞を、はい、あじゃあちょっと今日はケイスケが、あいいっすね、いいっすね、ああ、いいじゃないですか、受け継いで、受け継いで2代目、2代目はい、この話もし自分だったら、ありがとうございました。